ちなみにその就労支援を始めようってなったきっかけは何だったんですか？きっかけは時人をこう増やしすぎちゃって、うん、で閑散期に結構赤字出しちゃったんですよ、うんうんうん、でこれどんなもんかなと思って久留米店の川上さん、オーナー、川上オーナーのところに行って相談したら、はい、うちはこうやってやってるからやってみたらって言われて、もともとだから久留米の川上オーナーが就労支援でやってると、はい、でそこを見に行って学んでアドバイスを受けながら、じゃあ自分のところでもやってみようって思って、そうですね、人も増えるし、まあ、地域貢献にもなるし、うん、まあいいことだから、それで利益も増えるんだったらめちゃくちゃいいなと思って、はい、やりますって、はい、でもそこをパッとできるところがまたすごいところですよね。結構最初はきつかったですね、赤字って。割とその辺ってこう新規事業とかって、ね、躊躇したりとか、はい、二の足踏む社長さんって多い中で、近くにこの久留米店っていういい材料がある中で、はいはい、じゃあそこ真似してやってみようってなったわけですよね、はいはい、でパッと始められたってことですね。就労支援と金沢やって、はい、割とこう合わせて一緒にやってる加盟店さんって多いじゃないですか、はい、これ一言で言うと何がいいんですか？普通のところよりも多分レパートリーがいろいろあるじゃないですか。襖貼ったり障子貼ったりとか、うん、ユースさんとかも結構楽しみながらやれるんじゃないのかなっていうのは思いますね、うん、まあ、ずっと貼ってたら嫌なんですけど、うん、まあ、たまに貼ったりしたらやっぱ楽しいですよね、うん、障子や網戸、うんうん、だからご利用される方たちも、まあ、襖の貼り替え、網戸の貼り替え、うん、これ毎回毎回同じものが来るわけでもないですもんね。そうですね。であと手に職もつくんで、うん、まあ、辞めたとしてもいろいろやっていけると思うんですよね、うん、やっぱいい仕事だなと思います。割とね、箸にこう袋詰めとか、うんうん、で単純作業とかをやってる、はいはい、で就労支援のところも結構多いですもんね、はい、そうですね。またあの持って行ってお客さんが喜んでくれたのとかもその営業の方から聞いたりすると、はい、そういうのもやりがいになるんでしょうね、うん、非常にこう相性がいいっていうことなんですね。でも最初は苦労された？最初は、はい、苦労しました、ね、どの辺で苦労したんですか？就労支援で苦労したというよりはその物販のその eBay の方で。なるほど、苦労しました。その物販の方は何で始めようとやったんですか？久留米店の公開を就労支援もやるんだったらこれもやったら、うん、相性がいいよと、はい、やります川上オーナーのやってるところをうまくこう取り入れて、はい、だから物販も川上さんやってるんですよね？やってます。で就労ともそれも相性がいいからやってみたらって言われて、はい、わかりました、やりますって言ってやったんですね、はい、そうです。なんか会社名も結構近いですよね。会社名も真似しました。川上さんのところは A スタイル、 スタイルですよね。僕のところは J スタイル。おで、その社名の由来は J スタイル？ J は日本、うん、ジャパンの、ジャパンの日本ですね、ぐらいですぐらいですかで川上さんのところが A だから、ジャパンの J にしようっつって。あ、そうそうそう。だから本当川上さんを模範店としていいロールモデルとして真似をしながら、はい、今までやってこられたっていうことなんですよ、はい、でも最初は物販の方がちょっと苦戦した。物販苦戦しました、うん、それはどの辺でですか？物が売れないとか？そうですね、物が売れないとか、売れてるのは赤字だとか、うん、そういうところで苦労しましたね、最初。でもそこも今も立ち上がって黒字化されて、はい、3億出らっしゃるということなんですよね、はい、全部で社員さんは何人いるんですか、会社として？全部で、まあ、社員が15名ぐらいですかね、うん、で、まあ、パートとかも含めると、まあ、約40名ぐらい、うん、利用者さんも含めて40人ぐらい。結構大所帯になりましたね。そうです、結構いますね。うちの会社ですら60名ぐらいですよって考えるとね、まあまあな大所帯ですね。で金沢の方が社員さんは今何名ですか？それの半分ぐらいですね、うん、まあ、7名ぐらい、うん、だから2022年で最優秀賞を取れた、また金沢で年商1億を超えた要因としては、はい、一つはやっぱ就労支援がうまく絡んだっていうことですよ、はい、あとはまあ営業マンのレパートリーが増えた。やっぱいろんなアイディアとか、ふすまだけじゃなくてこういうのもあるよとか、いろいろ。だからスタッフの方のレベルも年々上がりつつ、うん、まあ、営業の方がしっかり仕事を取ってくる中で、はい、仕事取ってきても結局ね、作業をしてこなせないことには売り上げ上がらないですから、そこの部分を就労の利用者様たちがしっかりやってくれることによって1億を超えたということなんですね、はい、ありがとうございます。なんか一つのきっかけはやっぱ就労支援というのが大きかったと思いました。そうですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。